こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は17世紀のイギリスに共和制を出現させた、オリバー・クロムウェルの話をしよう。クロムウェルさんって、革命の英雄だっけ？その通りだ。だが一方でクロムウェルは、イギリス史上最悪の虐殺者とも呼ばれているんだ。当時のイギリスの人口を、50% 減らしたとも言われる、英雄の末路を解くとご覧あれだぜ。まずはクロムウェルについて解説しておこう。クロムウェルさんは教科書にも出てくるし、割と有名人じゃない。クロムウェルは1599年に、イングランド東部のジェントリの家系に生まれたんだ。そして母親からピューリタン的信仰を受け継いだんだよ。それなりにいい家の生まれだったのね。ああ。クロムウェルは、ケンブリッジ大学やロンドンの法学院で学び、1640年にケンブリッジ市から庶民院の議員に選出され、長期議会の議員として活躍したんだ。議員さんのイメージがあんまりないわ。まあ、この後のピューリタン革命を指揮した男という印象の方が強いだろうな。とは言っても、ピューリタン革命の当初は、政治家としても軍事指導者としてもクロムウェルにさほどの名声はなかったぞ。ただの議員さんだったわけね。そういうことだ。彼が注目を浴びるのは、1642年の第一次内戦の時で、後に敵機隊と呼ばれる軍隊を率いて、活躍したんだよ。クロムウェルの敵機隊は、歴史の授業で習った気がするわ。ちなみにこの敵機隊だが、社会的身分よりも、キリスト教信仰による結束が重視されていたんだぜ。敵機隊は神からの使命で戦いに参加する、聖なる軍隊だったわけだ。そんな神聖なものだったとは、クロムウェル率いる敵機隊は、1643年10月のウィンスリーの戦いや、1644年7月のマーストンムーアの戦いでも、大活躍したんだぜ。このまま革命達成しちゃいそうな勢いだわ。そんなにうまくはいかないんだよな。クロムウェルが身を寄せる議会軍は、各地の連合部隊からなっていて、武器の不足や兵士の戦闘経験不足など、数々の弱点を抱えていたんだよ。国王軍と比べると、寄せ集め感が否めなかったのね。そこで議会は軍隊を再編し、ニューモデル軍を創設したんだ。これがイギリスにおける、近代的軍隊の誕生だと言われているぜ。見せてもらおうか、ニューモデル軍の性能とやらを。赤い彗星の霊夢は置いといて、ニューモデル軍1645年6月のネイズビーの戦いで、国王軍に大勝利を収めたんだ。これによって、戦局が議会軍側に大きく傾いていったんだぜ。ニューモデル軍やるわね。この戦いでクロムウェルさんは活躍したの？ああ。クロムウェルはこの戦いに、ニューモデル軍の副司令官として参戦したんだ。そして、彼の率いる敵機隊が、この戦いの勝敗を決したとも言われているんだぜ。めちゃくちゃ活躍してるじゃない。クロムウェルはその後もニューモデル軍を率いて、第二次内戦の鎮圧や、アイルランドやスコットランドの反革命勢力を駆逐していたんだよ。1653年4月にはイングランド議会を解散させ、12月にクロムウェルは五国教に就任したんだ。五国教って何かしら？イングランド王国において、王権に匹敵する最高統治権を与えられた官職だな。クロムウェルの五国教政権は、彼の息のかかった軍隊に支えられた独裁で、実質的に王冠のない王になったんだよ。権力を持つと人は変わってしまうのね。そんなクロムウェルの評価は、彼の時代から今日まで、大きく揺れ動いているんだぜ。現代でも歴史家の間では、彼の評価は定まっていないんだよ。なんでそんなことになってんのよ？評価の難しさの原因には、クロムウェルの生き方や政治的方針が、一貫していなかったことにもあると言われるんだ。立憲政治や議会制民主主義の、発展への貢献者という一面を持ちながら、国王への謀反や、大粛清を起こした悪人でもあるからな。大粛清ってのが気になるわね。じゃあここからは、クロムウェルの闇の部分を紹介していくぜ。まずはチャールズ一世の処刑だ。チャールズ一世がどんな王だったかは、別の動画で紹介しているから、概要欄をチェックしてくれ。わかったわ。にしても国王を処刑するって相当だわ。クロムウェルは、国王を裁くための特別な高等裁判所を設置して、国王の処遇を決めようと、135人の裁判員を任命して裁判を行ったんだぜ。だが、この任命を拒否する者が多く、実際には60人ほどしか集まらなかったそうだぞ。そりゃ責任が重すぎるもん。裁判の結果、チャールズ・スチュアートは、この国の善良な人々に対する公敵として斬死刑に処す、という判決が下されたんだぜ。つまりは極刑ってことね。ああ。この判決文に57名の委員が署名して、正式に判決が言い渡されたんだよ。署名した委員たちは後に、国王殺しとして過酷な扱いを受けるんだが、この話はまた後でしよう。刑の執行当日、ロンドンのホワイトホールの宴会場には、王殺しの瞬間を一目見ようとヤジ馬が殺到したぜ。ヤジ馬は今も昔も変わらないのね。
匿名の死刑執行人は一撃でチャールズの首を落とし、静かにその頭を群衆に向けて突き上げると、すぐに兵士の群れの中に落としたんだよ。この処刑は英国の歴史の中で最も重要かつ、最も物議を醸した出来事の一つだと言われているぞ。ところで、この判決に国民は納得しているの？独裁政治を敷いていたチャールズ一世だから、国民もこの判決に大賛成と思われがちなんだが、多くの国民には国王はむしろ、殉教者として称えられているんだよ。さらに彼の遺著として売り出された書物は、政府が禁止したにもかかわらず、かなりの売れ行きだったそうだぞ。それは意外だわ。この処刑を行った執行人だが、最後まで公開されることはなかったんだ。だから人々の間で、様々な噂や憶測が飛び交ったんだよ。その中には執行人はクロムウェル自身だったというものもあったが、これに関しては完全なデマのようだぞ。こういうのって現代でも週刊誌が飛びつきそうね。ちなみにフランスの芸術家、ポール・ドラローシュが描いた油絵で、クロムウェルの兵士に侮辱されたチャールズ一世という作品があるんだ。どういう作品なの？ドラローシュの最高傑作の一つと考えられているこの絵画には、処刑前のチャールズがクロムウェルの反抗的な軍隊によっていじめられ、嘲笑されている様子が描かれていて、そのうちの一人が彼の顔にパイプの煙を吹きかけているぞ。罪人とはいえ国王にそんな態度は良くないわね。さらにドラローシュが1831年に描いた、クロムウェルとチャールズ一世という絵画でも、チャールズ一世の遺体の上に、クロムウェルが立っている様子を描いているんだよ。やっぱり、後世でのクロムウェルの評価って、悪人的なのが多い気がするわ。実際、世間一般でもそのイメージが強いと思うぞ。さて続いてはクロムウェルが、チャールズ一世の処刑の後に行った、アイルランド侵攻について話していくぜ。なんでクロムウェルはアイルランドに目をつけたの？理由としては、イングランドの政策に不服従だった点と、反革命勢力の拠点かつ、ローマカトリックの拠点でもあったからなんだよ。クロムウェルはローマカトリックを、堕落した人々が信仰する、神のみ心から外れた異端なものと考えていたからな。やっぱり宗教が絡んでくるのね。クロムウェル率いるニューモデル軍の、アイルランド侵攻の大義名分は、異端の血を神の御心に基づく、真のキリスト教を世界に正すというものだったんだぜ。クロムウェル自身も、それが神が自らに与えた使命だと考えていたんだ。極快な気がするのは私だけかしら。クロムウェルは1万2000の軍隊を率いて、アイルランドに向かったが、これを迎撃戦とする、オーモンド公率いる国王軍は2万を超えていたぜ。かなり劣勢じゃない。だがここで、クロムウェルの軍事的才能が発揮されたんだよ。クロムウェルは自分がイングランドを立つ前に、先行部隊を派遣していて、その部隊が見事に敵軍を強襲し、敗走させているんだ。なんてか先を読んだのね。ああ。結果としてクロムウェルらは、難なく上陸することに成功しているぜ。一方で敗走した国王軍は、ドロヘダに兵を集めて徹底抗戦の姿勢を取るんだ。ここから、アイルランドにおけるクロムウェルらの、残虐な略奪が始まっていくんだよ。一体何をしたというのよ。まずは、ドロヘダで起こった惨劇を紹介しよう。国王軍が集結するドロヘダに侵攻したクロムウェルの軍は、ドロヘダ城の城壁に砲撃を仕掛けたんだ。いきなり砲撃？いや一応、相手の守備兵に降伏の勧告は出しているぜ。城壁に砲撃をしたのは、兵士が侵入する突破口を開くためだな。だが、なかなか突破口を開けなかったのと、守備兵の予想以上の抵抗によって、二度も撤退に追い込まれているんだ。それでも止めなかったのね。ああ。ニューモデル軍は容赦なく攻撃を続け、ついに市内へと侵入したぜ。そこからドロヘダ市内は修羅場と化したんだ。やはは、お物は消毒だーって感じ？ちょっと何言ってるかわからないな。ドロヘダ市内に侵入したニューモデル軍の圧倒的な強さに国王軍はすぐさま降伏。国王軍は除名の嘆願を提出し、ニューモデル軍はこれを認めて、戦いは終結したはずだったんだが。終わりなわけないわよね。ああ。この除名の約束は瞬く間に反故にされ、ニューモデル軍によって、国王軍の将校や兵士たちが、瞬く間に処刑されていったんだよ。さらに、彼らの蛮行は止まることを知らず、兵士らの処刑が完了すると、次は一般市民を老若男女問わずに、片っ端から粛清していったんだ。恐ろしすぎるわ。ある人は自らの木製の義足を外されて、それでタコ殴りにされたし、無抵抗の一般市民が逃げ込んだ教会の戦闘に火がつけられたりしたんだぜ。ちなみに、そこから逃げ出そうとした者は、槍でぐさっと行かれたそうだ。もはや悪魔じゃない。地下室に隠れた女性も見つかり次第、命を奪われたし、子供に至っては、国王軍の抵抗から身を守る盾にされたとも言われているぜ。もう人を人とも思ってなかったのね。大勢の人の命と金銀財宝を奪うドロヘダでの略奪は、なんと5日間にも及んだそうだ。被害者の数は諸説あるが、
捕虜のほぼ全員とカトリックの聖職者を合わせて、2万8000人以上だと言われているぞ。さすがにやりすぎだわ。いや、クロムウェルやニューモデル軍の蛮行は、こんなもんじゃないんだよ。次は、ウェクスフォード攻略の際の惨劇を紹介するぜ。もうお腹いっぱいになりそう。先のドロヘダでの惨劇は、瞬く間にアイルランド中に広まり、アイルランドの各都市や城塞は、クロムウェルからの降伏の呼びかけに、素直に応じるようになっていたんだ。暴力による支配が完成しつつあるわね。ニューモデル軍はドロヘダ攻略し、次の目的地をウェクスフォードに設定したんだよ。ニューモデル軍はドロヘダ同様に、まず守備隊側に降伏の勧告を行ったぜ。ドロヘダでの惨劇は当然伝わっていたから、人々は降伏して命を守るべきだと考えていたんだ。それが賢明だと思うわ。だが、防衛司令官のシンノット大佐は、嵐の兆候を見つけるや否や、悪天候によるニューモデル軍の戦意喪失を狙って、すぐに降伏に応じなかったんだよ。悪いこと言わないからもう諦めなさい。ただ、シンノット大佐の読みは的中するんだ。実際に悪天候となり、雨風にさらされたニューモデル軍の兵士らは大きく疲弊した。降伏の交渉は難航して、1週間にも及んだそうだぞ。というかよく1週間も、真面目に交渉したわね。その間に略奪とかしそうなものだけど、略奪はしていないようだが、あまりに交渉が進まないので、一回城壁に向けて攻撃を行っているぜ。あと、交渉の難航の原因は、シンノット大佐が提案した降伏の条件にもあったんだ。条件付き降伏を要求するとはかなり強気ね。その条件の中に、降伏後もローマカトリックの信仰を認めることや、市内のカトリック聖職者の命は奪わないことなどが、含まれていたんだ。あれ、確かクロムウェルさんの目的って、そう。一番の目的はローマカトリックからの回収だ。だから当然この要求を飲めるわけもなく、これ以上の交渉は無意味だと判断して、強硬手段による攻略に切り替えたんだよ。そこからは、ドロヘダ同様の修羅場だ。ああ、言わんこっちゃない。ニューモデル軍の兵士たちは、ウェクスフォード市内に侵入すると、自分たちの欲望のままに略奪を繰り返したぜ。ここでも、カトリックの聖職者や兵士に加えて、当然のように一般人の命も奪われたんだ。相変わらず容赦がなさすぎるわ。一説によると、ドロヘダやウェクスフォードでの略奪を含めたアイルランド侵攻によって、人口の 50% に及ぶ命が奪われたとされているんだよ。それで、史上最悪の虐殺者とされているわけね。そういうことだぜ。そんなクロムウェルだが、1658年に、革命の志半ばで病に倒れ、そのまま生涯を閉じたんだ。彼の没後に革命の機運は一気に後退し、チャールズ一世の息子が、チャールズ二世として王位に返り咲き、イギリスに王政が復活することになったんだよ。そうなると、クロムウェルさんたちは一気に悪者になるんじゃない？ああ、その通りだな。イングランド史上では、チャールズ一世の処刑に関わった人物を指して、レジサイドと呼ばれる人々がいるんだ。さっき言ってた大殺しの人たちね。ああ、チャールズ一世の裁判において、刑の執行令状に署名した59人の委員と、チャールズ2世が即位した際に出された、免責、退社法で恩赦対象から除外された104人を指すぞ。特に59人の委員のうち、チャールズ2世の即位時に存命だった人物には、かなりの重罰が課されたそうだ。すでに亡くなってたクロムウェルさんたちは、お咎めなしなの？いや、彼らの遺体を埋葬場所から掘り起こして、儀式的に処刑を行ったそうだぜ。要するに、遺体を処刑台に乗せて、ちょんぱしたってわけだ。そんな処刑に意味があるのかしら？あと、レジサイドの多くは公職から追放されたり、財産を没収されるなど、身体的な罰以外の制裁も受けることになったんだよ。レジサイドとされた人々の一覧は、現代のブラックリストの走りとも言われているんだ。そのブラックリストは正確だったの？無実の人とか混じってそう。実は、レジサイドがどの程度の範囲の人々を指すのかについては、明確な合意がなされていないんだよ。歴史家たちが、レジサイドという言葉に当てはまる人物を、それぞれ独自の範囲で選んでいるに過ぎないから、割と曖昧なんだぜ。適当すぎない？ちなみに、レジサイドとされた人たちに対して行われた、イギリスの残酷な刑罰に関しては、別の動画で取り上げるから、そっちもぜひチェックしてくれ。わかったわ。最後に、クロムウェルの首の話をしておこう。ケンブリッジ大学の、シドニーサセックスカレッジにある、カレッジチャペルのとあるドアの横の壁に、一枚のプレートがかけられているんだ。何が書いてあるの？プレートには、1960年3月25日、この場所の近くに、オリバー・クロムウェルの頭部が埋葬された、と書かれているんだよ。なんでそんな場所にあるのよ。ケンブリッジ大学の、シドニー・サセックス・カレッジは、クロムウェルが学生として在籍していた、いわゆる母校だからな。ちなみに、この場所の近くにと書かれているのは、墓荒らしの被害を防ぐためだと言われているぜ。
恨みを持つ人が何もしない保証はないもんね。彼の頭部だが、今でこそ埋葬されてはいるものの、さっき話した死後処刑の対象となった時には、ウェストミンスターホールの屋根にさらされていたぜ。扱いが残酷だわ。その後の言い伝えによれば1680年代末期の嵐の夜に、屋根から地上に落下した後、偶然それを発見した番兵によって、家に持ち帰られたとされているぞ。それからは様々な個人や投機家の間で取引されて、最後の所有者となるウィルキンソン家の意向によって、母校のケンブリッジ大学に秘密裏に埋葬されたというわけだぜ。頭部をたらい回しなんて、なんか不吉なことが起きそうね。さて、ここまでクロムウェルの話をしてきたが、どうだった？なんか歴史の授業で習ったより、悪人感がある人だなって思ったわ。冒頭の方でも話した通り、クロムウェルの評価は今でも様々なんだ。クロムウェルが人々の心に残した傷跡は、それくらい深いということだな。アイルランドでしたことを見れば仕方ないわね。本来彼は、議会側の指導者として先制的な絶対王政を廃した英雄で、複雑な国際情勢の下で国益を守り、プロテスタント国家をカトリック勢力から死守し、輝かしい歴史の1ページを綴った偉人のはずだったんだぜ。そう考えるとアイルランドでの蛮行は、あまりにも大きなしくじりだったのね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。